アメリカさん、アメリカさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。これ寝たんですか今日も。これ前でもらいました。そうです、ここ結構いいんですよ。ああ、そうそう、はい、すいません、ちょっと寝起きで申し訳ないですけど、はい、ちょっと起き上がれます。何したんですか今日は。今日は仕事終わり。そうですね、夜仕事して、まあいつもよりちょっと今日早くちょっと上がって、クレジットタイムちょっと、少し顔出して。あ、顔出して、はい。そんな寝てないですよね絶対。寝てないです。まあ1時半ぐらいに、まあちょっと顔出して。あ、1時半、はい。あ、で何時までやるんですか。4時ぐらいですか。あ、4時ぐらい、はい。あ、じゃあ全然寝てないです、ね、なんでまあ1時間ちょっとぐらい。寝たか寝てないかよく分かんないぐらいの感じですか、はい、今じゃあ。すいません、失礼します。あれ、今日の一日のプランとしては、はい、一応まあ今日は、はい、今約5時。そうですね、今5時過ぎ。5時過ぎ、はい、5時15分とか。あ、5時半か。5時半なんですけど、まあ、とりあえず今日はまあ現場行って、でちょっと前回はそのお盆明けだったんで、うん、あの軽い感じだったんですけど、うん、まあ今日はいつもやってる仕事なんで、うん、まあそれを見せれたなっていうのと、うん、でも終わった後はちょっと今日はギャンブル。あ、ギャンブル、はい、あ、もうそれもう今日、今もう決めてるんやけど、ギャンブル行って。そうですね、2日後がジョージさん誕生日で、ああ、で、あのちょっと知り合いの方から、うん、まあ僕ちょっとお金ないんで、うん、2万円くれたんですよ。え、その、まあ、これでちょっとジョージにプレゼント買ってやるよみたいな感じで。知り合いの方が。そうっす。優しいっすね。いや、めちゃくちゃマジっすか、うん、ってなって、うん、まあ、正直2万円でそのまま何か買うぐらいだったら、うん、まあ、やっぱりせっかく取ってもらってるんで、うん、その2万円でギャンブルして、うん、待って、うん、やっぱいいものを。いや、2万円でも結構いいの買えるけど。まあまあ、もちろんもちろんそうなんですけど、うん、でもやっぱりまあお金じゃないですけど、うん、まあ、めちゃ気持ち的にね。そうですね、めちゃくちゃ本当に、はい、うん、感謝してるんで、うん、やっぱりいいものをあげたいなと思うんで。なるほどね。埼玉の川越の奥手前ですね、柳瀬川。柳瀬川、はい、から、まあ、バスみたいな感じなんですけど、まあ、ちょっと今日同じ現場のやつに、うん、あの車ちょっとお願いして。あ、車迎えに来てもらって。はい、駅まで迎えに来てもらって。あ、なるほど。今日日当は、今日は1万6000です。1万6000円。はい。え、高っ。今日はいつも通りの仕事なんで。あ、じゃあいつも通り1万6000円ぐらいだったみたいな。そうなんですよね。あ、結構高いよ今日は。はい、高いです。時給で言ったら、あ、まあ、終わる時間によるか。そうなんですよね。ああ、そう。売れっ子キャバ嬢ぐらい。そんなにある。はい。売れっ子キャバ嬢っていくら、3000円とか4000円とかあるじゃない、時給。まあでも、あ、でもそれがいくか。5時間で終われば、まあ、はい、時給4000なんで。確かに、そう。そうなんですよ。ワンチームでやってるのに。そうです。うん、あ、指合わない。着きました。最寄り駅です。最寄り駅、はい、柳瀬川。柳瀬川、はい、去年までこの辺住んでました。あ、おー、この辺に。はい、ここから10分ぐらいのところ。あ、そうなの。はい、なんか結構土地変わるみたいな。久しぶりですね。はい、まあ、あんま柳瀬川で降りることはないですけど。はいはいはい。ちなみに財布の中いくら入ってるんですか。いますか。今は、411円です。札はなし。札はある。ないですね。なし。はい、これしかないです。あとはまあその
あ、2枚さっき話した、この あ、こんな感じ、はい、すごジョージさん用の、うん、とある方がくれた、とある方がくれた、うん、2万円で、タバコ吸いたいんで、ちょっとこの2万円ちょっと崩します。早速とりあえずちょっとタバコ一泊買います。 あと飲み物もちょっと、はい、どうせ回るんで、こっちですね、出口。マジで復活した。どうしたんですか、村さん。買ってもらいました。買ってもらった、はい、どうしたんですか。はい、300円です。300円、はい300円、はい、レッドブルですね。レッドブル朝は、うん、飲みがいです。うん、僕結構レッドブル派なんでついたかもしれないですね。あれ、到着したかもしれないです。いいですね。うわっす。おー、この方あ、OK です。あ、こんにちは。そしてお願いします。友達のことです。はい、友達。あ、同じその会社の、うん、めちゃくちゃイケメンじゃない。めっちゃかっこいいですよ。めちゃくちゃイケメンじゃない。勇士、勇士です。めちゃくちゃかっこいいですよね。めちゃくちゃ男前ですね。びっくりするが男前なんですけど。お願いします、今日。お願いします。いや、お願いします、こちらこそ。イケメン勇士なんで。勇士さん、はい、うん、あとはアブっていう会社です。外人の方、はい、おい、結構仕事できます。あ、仕事できるの、はい、あ、じゃあ何回かじゃあ一緒に仕事してるみたいな。この前一緒になって、うん、で僕も負けないように。やっぱメンバー強いと仕事が早く終わるわけじゃないですか。そうですね。やっぱメンバー構成結構大事じゃん。大事です。大事、めちゃくちゃ大事。本当にもう何時間も変わるっす。ああ、そんなに、はい、2、3時間とか変わりますね。みんな要領分かったりするし、早く終わりたいってこう、はい、思ってるから。すみません、お願いします。すみません、ちょっと狭いですけど。あ、全然、ありがとうございます、すみません。ちょっと今日ジョージさんいないですけど、すみません。いや、全然これさ、ユーシンさんは車なんですか。は、車です。これ、道具持っていかないといけないので。あー、そういうこと。車で行かないといけないです、で、現場の仕事以外なんかしてるんですか。現場の仕事には、以外は、あの、不動産の仕事ですね。不動産してるんですか。はい、不動産の賃貸やってます。あ、賃貸。へー、朝仕事できんのになんで朝とばできねえんだよっていつも思ってますから。朝とも多分初心者ばっかっすね。そうだよね。朝ともっていうか、あれ多分あいつがどっかの。到着です。到着です。はい、うん、こんな感じです。待てやった。これどういう作業なんですか、今日。ここから柱立てて、柱、はい、で、梁っていうやつを組んで、で、2階の床張って、はいはいはい。あ、じゃあ2階ができるってこと。そうです。この、なんていうんですか、外側だけというか。はい、なるほどね。そうです。あ、待って、優秀。なおえさんと優秀が取る。もうちょい。
疲れ様です。すいません、休憩入りました。はい、よし、よし、だいぶ完成しましたね。近づいてきました。これあったじゃんかよ。あのやつダメでさ。タバコ吸えるんすか。お客さんお茶もらいます。あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。あそこの飲んで。はい、バカめ。うまいですか。バカめ、めっちゃ冷えてるっす。上に上がってるじゃないですか。はい、あれすごいなと思って。怖くないですかあれ。だってあんなもう足滑らしたら終わりじゃないですか。そうっす、最初はめちゃくちゃ怖かったです。いや怖いっすよね、はい、でもなんか慣れてきます、自然と。こう土台ができて、はい、で1階が出来上がって、今出来上がったところ、はい、うん、で今2階の床を張って、うん、そこで休憩って感じですね。あ、じゃあなるほど。でこれ今からは休憩を明けは2階を作って、その後は、まあ、屋上と、まあ、屋根なんですけど、あ、まあ、今日は屋根までやれないみたいなんで、はいはい、多分もう結構早いですね。まだ半分もないです。まだ半分ないぐらい、はい、うん、もう競馬のことしか考えてないですこの後、はい、なんなら余分に勝って返済もしたいです。あ、はい、友達に。そうですね、待ってる人たちいっぱいいるんで。めっちゃかっこよく言ってるけどめっちゃかっこよく言ってるけど、はい、待ってる人たちいっぱいいるんで、あ、届けないとって。はい、うん、まあ、まあ本当にちょっと勝つことが出ちゃうんで、はいはい、やっぱ勝ち癖つけないと、うん、本当最近めちゃくちゃやられてるんで。はいはいはい、大丈夫だよ。
あ、あ、早いよ。お疲れ様です。やばいなこれ。これで解散なんですか、ここからも。そうですね、僕らはここまでなんで。ああ、なるほど、はい。あ、残ってる人もまあいるんですね。まあ、大工さんとかは残ると思いますけど、はいはい。ああ、なるほどね。最初でも本当 きついと思いますよね。ブラウ、厳しいよな最初な。きついよな。ホンズウズベキスタン、うん、こんにちは。あ、こんにちは。サラマレイクム。サラマレイク。ウズベキスタン。そう、ウズベキスタン。ウズベキスタン。へ、うん、日本語うまいです、うん。そうです。そうです。でうまいうまい。日本語うまいです、うん。うまい。ちょっともう一本買います。はい。もう一本買います。はい。これ僕のおすすめです、これ。セブンイレブン限定の。あ、へえ。めちゃくちゃ安いです。そうなんですね。カップ麺。はい。これ好きなんですよ。あ、ボゴラーメンうまいね。めっちゃ好き。はい、これです。OK。はい。大丈夫です。あの朝おにぎり買ってるんですよ。ああ、食べてない。食べてないです。ここに。どこ？ちょっと潰れちゃいましたね。めっちゃ冷えてるっす。めっちゃ冷えてる。うまい。めっちゃうまいっす。やっぱこれなんすよね。本当にこれっす。やっぱ現場ありのビールがやっぱ一番うまいっすね。へ、うん、まあ普段から飲むっすけど、あ、やっぱりこの最初の仕事終わりは絶対飲む。絶対飲みます。あ、そうなの。大丈夫ですか。ご飯大丈夫ですよ。あの、僕ちょっと待機してるんでちょっと食べたんで。あ、そうなんか。うん、これ結構みんな好きな人多いんじゃないですか。いや、これは多いと思う。そうっすよね。うん、もうめっちゃ好きな、めちゃくちゃ美味しいもんな。はい、今日辛いの好き。これ入れるタイプ。これ入れます入れます。あ、まあ、そうなん。全部は入れないですけど。はい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 。これ結構分かれると思う、多分。本当ですか。俺絶対入れないタイプだもん。マジですか。いや、めっちゃ辛くないこれ。いや、大丈夫です。入れたら辛くなっちゃうから。まあ、もちろんもちろん。そうっすけど、僕辛いの好きなんですよ。あ、そうなんだ。はい。あー、うまいっすね。ちょっと久しぶりに食ったっすわ。うまいっすか。はい。僕ラーメンで結構意外とセブンにしかないっていう。そうなんですよ。そうっすよ。はい。これかいつもペヤングどっちかっすね。あー、安いから、はい、安いっす。昼間は大体もうどっちか。へー。はい。まあ、セブンがあれば大体蒙古タンメン行っちゃいますね。シュールな絵だな。シュールだな。
でもうまいっすね、うん、やっぱりうまいっす。前回の動画、はい、めちゃめちゃ反響ありましたね。めっちゃありましたね。結構 20万再生超えてますからね。はい、どうっすか。びっくりします。まあでも嬉しいです。うん、コメント欄とかどうっすか。見た感じってことですか。うん、なんか、はい、刺さるコメントとか結構コメント欄多かったし、まあ確かにこう応援してますみたいな、うん、あとまあ共感できますとか、まあ、そういうの結構多かったんで、やっぱまあ純粋に嬉しいなっていうのはありますけど、うん、まあ反面、まあ、アンチというか、まあ、そのあんまりよろしくない、まあ、コメントもありはしましたけど、まあ、それはでもまあ仕方ないかなとは思ってるんで、うん、はい、あれをコメントを見てなんかこう頑張りたいなとかってやっぱり、はい、いやモチベにはつながりましたね。あ、モチベにつながった、はい、まあ、ちゃんとこう形になってるものが、まあ、YouTube に上がって不安だったりなんかこれ大丈夫かなみたいな思ってたものが、まあ、ちょっと自信に変わったかなっていうのはありますね。いろいろ、まあ、あれからちょっと考えたんですけど、やっぱりまあ僕ももう32なんで、うん、うん、なんかまあ今更、まあ、今更ってもおかしいですけど、まあ、新しいことに挑戦するよりかはやっぱ昔やってたものをもう一回やっぱやろうかなっていうちょっとマインドになってきて、あ、はい、はいはいはい、まあ、可能であれば、うん、まあ、ちょっと音楽、うん、まあ、もう一回ちょっと挑戦したいなと思って。あ、音楽に。そうですね。へえ、いやめっちゃいいと思うけど。本当ですか。うん、ただやっぱりそのまたやっぱ新しくこうメンバー探しとかから、あ、バンドね、そうそうそう、まあ、始めちゃうと、うん、まあ、やっぱ時間もかかりますし、まあ正直やってみないとわからないところとかもやっぱあるとは思うんで、まあ、それだったら、まあ、このクズロックのメンバーとやっぱ僕はみんなで上がっていきたいんで、だったらクズロックメンバーとやった方がいけるんじゃないかなっていうのはまあちょっと思ってるんで、クズたちと、クズたちと、クズたちと、クズロックのメンバーってちなみに誰、はい、のことを指してる。まあ、まあ僕の中ではやっぱまあジョージ軍団であると思ってるんで、うん、まあ、ジョージさんと、うん、サトシさんと、うん、ソビエトさん、うん、ニャンさんは、ニャンさんはジョージ軍団なんですか。ジョージ軍団ではまあないとは思ってるんで、うん、はい、まあニャンさんのこと僕はちゃんと好きではありますけど。はい、いいきっかけにはなるかも。そうですね、音楽やってみて、やってみてというか、まあ音楽もう一回挑戦してみてか。そうですね、うん、はい、まあ、どうなるかは分かんないですけど、うん、でもやっぱやるならもうやっぱもう一回これしかないかなってのはあるんで、前れば今までの過程はなかったことにできるんで、結果が全て、はい、最後に笑えばいい。そう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 、でもそこしか狙ってないっす。、はい、あ、じゃあ参ります。今から、今から、そうですね。とりあえず、まあ、というかこれジョエさんタンプレ代、そうっすよ。そうね。はい、本当はそうっす。うん、その本当を言うとなんかこの2万円で別にタンプレ買えるっちゃ買えるもんね。もちろんです、もちろんです。ただいいものを渡したい。はい。いいものを渡したいし、なんならちょっと自分の生活費の足ししたいんで。そっちの方が割合大きいんじゃない？いやいや、そんなことないですよ。そっちの方が大きい。そんなことない、全然そんなことないです。うんうん、はい。でもし買いすぎちゃった場合、はいはい。一応。まあ、僕の中では、うん、目標5万、あ、2万を5万にする、はい、そうするとタンプレ代に5万はいくらぐらい消えていく。うん、まあ、消えるというかいくらぐらい使う。2万です。2万だったらじゃあもう2万だったらもう半分以上は生活費に当てたいっていう、はい、だからもう生活費稼ぎにいってるよ、どっちかというと。まあそうっすね、ぶっちゃけそうっす。はい、解けたら、解けたらまあ手紙ですから。ほんとすいませんっていう、まあ、一番嬉しい説あるけどね。でもなんかまあちょっとまあ早いかなってのあるんですよ、手紙自体が、はい、そのまだ浅い、そんなにそう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 、出会ってからのことを考えれば、そうそうそう、まあでも恋でしょ、収録一緒にいたら。まあ、もちろんもちろん恋は恋んですけど、うん、ただなんかここかなってのはあるんで、うん、1年の切り替わりの時とか、うん、そういう時とかに節目でね、そうそうそう、読んだ方がいいかなとか思うんで、いつかはじゃあ
手紙は読むつもりで、まあ、いつかは渡したいですね本当に、はい、一番でやっぱ手紙って伝わると思うんで、はいはいはい、なんでまあそこはまあ最終手段ですけど、うん、まあ、ほんと最悪の最悪タバコ一箱、はい、もう渡さん方がいいそれだったら手紙渡した方がいい、まあでも気持ちが大事なんでね、うん、はい、まあ私、はい、綺麗なこと言っちゃうと、はいはいはい、気持ちが大事なんで、私、はい、まあでも前歯、そうです、前歯問題ないんで、はいはいはい、競馬だけボート、うーん、まあとりあえず競馬の予定ですね、競馬の予定、はい、でちょっと一個申し訳ないんですけど、はいはい、僕ちょっと通信速度書かせて、あ、携帯の、はい、はいはい、携帯代は払って、はいはい、ちゃんと動いてやるんですけど、うん、やっぱ前回も話した通り3ギガしか使えないんで、うん、ちょっと通信制限かかっちゃって、ちょっと可能であればちょっとユータさんのデザリングをちょっとインターネット共有をちょっとさせてもらいたいです。遅くて動かないってこと、もそうです、かけることすらできないです全然動かなくてなんで、まあ、できればちょっとギャンブルすら今許されない状態、そうです、ネットに入金すらできないです、動かないんで、動かない状態これ、はい、なんでちょっと共有してもらわないと、はいはいはい、共有ね、はい、ちょっと動画が進まないっていう本当申し訳ないです、すいません、 LINE も全然読み込まなくて、まあ、ちょっとあと2分で締め切りのレースがあるんですけど、ちょっとオッズが弱いんで、画面暗、え、本当ですか、これマックスですよ、これマックス、はい、あれなんか暗い気がするけど本当ですか、ちょっとここは固く一番人気の7番このルナビスっていう馬を軸にして1番と3番の、はい、2点 5.9 倍と 8.5 倍、生まれん、はい、生まれん、これにとりあえず2000ずついきます、2000ずつ、はい、当たればまあ1万以上です、配当がどっちも1万以上なんで、まあ、4000円使うんで、2000円2000円で4000円使うんで、まあ、6000円以上プラスになるって感じですね、残り、まあ、8分ぐらいで、その間にちょっと今日で見ますしました、妙見さん特別スタートを切りました、やや後ろになったのはフォーサイティド、それから3番ワンボイスです、後発1番のタラノロビンソンはシズコター、それからスーッと7番ルナビス、もう可能性があるとしては17、下原治む騎乗上がっていって、こちらが腹を取りそうです、これ7もらいました、7は多分もう7もほぼ確定、2チャイネンに来ると思います、先頭から最後方まで先頭から最後方までは7馬身圏内、後ろを3位離しました、ここで3番ワンボイス吉村上がっていきます、中央のワンボイス上がっていきます、一緒になって4番のフォーサイティドも上がって、一歩前には6番のエレナギ、これ垂れなければその後方1番のタガロロビスのちょっと遅れ乗っている7ヶ月後のグリコを切断、伸びてこい、もうちょっとや、お、いける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 、よし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 、取れました取れました、よしよし、よし取れました、おーすごい、おーし取れました、さらにでかいホース、これはすごい、でかいホースでかいホース、あ、違った、安い方だった、あ、安い方、はい、すいません、 3.5 倍っす、 3.5 倍、はい、なんで7000円3000勝ちっす、3000勝ちです、3000勝ちです、次ボートあるんで急ぎましょう急ぎましょう、座ってんのも、あ、もう終わってますね、132、あ、すいません、外れました、第1レースの確定は1着1番、2着3番、3着2番、ちくしょバカ野郎3000勝ちじゃないですか競馬で、うん、で今ボートで2000円使ったんですよ、うん、でも1000円勝ちです今4000円勝ち、でも勝ってるんでまだ1000円でかいっすからね、そして外に12番の西野リーデル、2は入れてよ、2は当たます、9でもいいっす、デネボラ、さらに取ったかもしれないっすね、これ今2級なんで、このまま決まれば当たりです、2番小春が逃げてリードは2馬身、トレーンに追い込んでくるのは取りました、デネボラであります、2級っす、さあ逃げる小春、リードが2馬身、詰めてきたのはフレッチャネーラ、人気の2頭、小春がここは逃げ切ったゴール、ありがとうございます、2000円勝ってます、え、2000円勝ってます、すごいな、はい、6.9 倍です、え、6.9 倍、はい、13,800円です、でかっ、シャッシャッきたきたでかっ、うわ、でかっ、はい、
いいな、はい、これワイドです。ワイド1着2着3着のどこかに2と7が来れば当たりです。でこれ1枚いってるんで、当たれば、当たれば3枚以上です。3枚以上、はい、そしたらもう十分じゃないですか。確かに。今入りました。始まります。クイーン鑑定です。スタートしました。めちゃくちゃ7番スタートです。2番のデルマス、今のところマジで悪くないです。まあ始まったばっかですけど、まだ後ろに7番のグリーンフラッシュ、3番のマダムクイーン B、 グリーンフラッシュ4、マジ頼む、これ来るぞ本当に。マジで来い、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 はい、いや頼む、本当に頼む、7頑張れ、マジ7頑張れ、マジ頑張れ。いやー一番嫌なやつです、これ。リーアップが2番手に上がってきた。先頭は突き放して1番のフレディバローズ、ゴール。3着4着です。3着4着。2番手は5番のリーアップ、そして3番手争い。5番のリーアップを挟んで内木2番のデルマセイレー。所持金はいくらだったっけ、これ。4500円勝ちから、だからまあ5000円負けぐらいなんで。12000円です。今ウォレットにじゃあ12000円と、はい、生活にします。タンプレは、タンプレはタバコでいいっす。まだ出会ったばっかり。いやー1に 4.2 倍ついてますね。あー1に4万2000円ですね。本当に5万になってましたわ、これ当たったら。うわー、あと1個だった。お疲れ様でした、今日は。いや、本当にありがとうございました。お疲れ様です、はい、もうなんかちょっといろいろ現場終わるまで待ってもらっちゃったんで、はい、あ、全然いいですよ、はい、申し訳なかったですけど。全然いいです。私は次、あれですね、そのさっきの話も出ますけど、音楽、はい、あ、そうですね、はい、ちょっとまあもう一回やってみようかなっていう感じだと思うんで、はい、まあジョージさんにちょっとその話ができればいいかなっていう、はい、まあ、なんかその辺ちょっとまたちょっと違った感じの、はい、こうアメリカを見せれるような、はいはいはい、ちょっと撮影しましょうよ。わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。